どうも皆様こんばんは、アストです。ここはやっぱり万宝店嫁のポーです。好きだよね。大好きです。大好きだよね、万宝店ね。そうです、大好きです。他のココアダメなの？あー、森永とかのココアとかセブンのココアも好きだけど、うんうん、やっぱり便利なのは万宝店だよね。万宝店さん頑張って。もうちょっと、なんでセブンとかコンビニとかさ、結構売ってないこと多いじゃん。あ、まあ多いね、うん、もうちょっと欲しいよね。もうちょっと欲しいよね。はい、やっていきましょう。はい、行きます。はいはい、早速いきますよ。うん、てかね、私ね、ここね、多分やったらね、ずっと終わんない。30分ぐらいずっとここでね、くって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 してる。そんなにかかる？そんなにかかる、そんなにかかる。ちょっとサクサクいくよ。バレちゃった。ここ必ずバレるのかな？見つかってない？見つかってない？見つかってないんだ。嘘、見つかってない。動けないんだ。動けない。左、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 左。見てる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 。はい、早く行って。もういないからそこに。ああ、早く早く、はいはい、行ってください。なんでそんな一発で行けんのかな。ちょっとやってるじゃない私。いや、まあ、うん、ちょっとね、ちょっとやってる。あ、見つかった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 。逃げて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 。これ見つかるんだね。ダメだ、もうダメだ、もうダメだ、もう無理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 。早く行ってよ、邪魔だ。宇宙船塗っちゃいました。やっぱ君やってないけど。やってないけど怖い。なんでだろう。と、いや、ちょっと早いんだって。行くよ今なら。あ、なんだ、スライディングしたら入れそうじゃない。うん、今のなんか入れそうな気はするけど、なんかね、先生のグルかな、うん、先生の横スライディングして入ってくるのちょっとね、失礼極まりないからやめときましょうよ。こう画力があったら絵で入れときたいな。こう先生いて、こうマストさんシューみたいなかっこいいかなって思うんだけどな。先生どこ行ったんだろう。これ先生あれじゃない、ご飯食べに行ったんじゃない。お腹空いたんだ。え、だってあれじゃないの、え、夜なのかなこれ。でも夜に学校ってやってないよね。6時ぐらいじゃない。それ時計が落ちてるからだよね。まあね。なんかあれなんだっけ、入った時の時計かなんかが、この学校入った時が、うん、11時とかそんなもんだった気がするんだよね。あ、そうだったっけ。そう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 、ちょうど3時間目ぐらいじゃない。4時間目かな。もうそろそろお腹空きます。はい、もうグー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 で。はい、この辺にファントムさんいらっしゃいましたよ。はい、ここです。はい、入れときます。入れときますね。ちょっとね、ここ少しやったんだけどボツになっちゃったんだよね。うん、なんで。うんと、途中で切れた録画時間が押しました長かったんです。そう、私がグダグダしたから遅かった切る限りサクサク進められればいいな。ねえ、本当にね、うん、あ、でもこの先ってやってないんだよね。この先やってないね。そうだよね。じゃあこの先はもう完全初見だね。うん、ここはちょっとやったけど、ここから先ね。いや、あれでしょ、初見になったら私に変わるんでしょ。どうする、それは別にどっちでもいいけど。やだよ。いやだって言うんであれば別にそれはそれでいいですけれども、うん、たまにはこうね、旦那さんのターンで。違う、それじゃない。そこは多分違う。あれだよ、あれ、あれだよ、あれなんだよ。そう、あれ、キング、キング合ってる、キング、キング、うんうん、キングがそこだよ。これヒントはあれでしょ、壁のとこにあるんだよね。そう、キング、キング、おぼっちゃまん。すごいキングだな、おぼっちゃまんキング。動かない。ここのあれでしょ、目の描いてあるやつ、ピョーンって引っ張るとバーンって、ピョーンってバーンってくるから、でその肖像画は落書きされてるっていう。あ、やっぱ定番のヒゲでございます。ヒゲだね。だいたいみんな描くよね、ヒゲ。なんでだろうね、わかんないけど。でもそのヒゲめちゃくちゃうまいよヒゲの出来の話だよ。すごいうまいはい、はめまして、ピカッと光って。あ、違う違う、なんで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 、どこ行くの、どこ行くの、なんでなんでなんで、操作してるのあなただよ。いや、入れてくんないんだもん。だってなんてことする。モノ君が言うこと聞いてくれない。あ、ハルさんです。猫の名前言わなくていいよ、みんな多分そんな気にしないから。ここが開くんだね。そうで、犬の糞の絵とともに金の鍵、はい、行きましょう。これのトンネル効果って言うんだよ。いや、わかんない。うん、トンネル、なんかね、あれだよ、こう突き抜けてっちゃう感じ。あるはずのもののところを突き抜けてくっていうような感じ。
この金の鍵持ってここ開けまーす。おう、なんか割れてるよ。国産的な給食作る場所。あ、なんかさ、給食知ってる？あの給食学校で作ってるとこなんかはこういうのいっぱい置いてあるの。私もね、そういうの ところからね、こうガガガラって押してったりとかねしてね、こうご飯、何年何組ご飯、うん、みたいな感じ、パンとか書いてあるとこから取ってってたから。へぇ、旦那さんとこ給食作ってないもんね。うん、そうだよね。え、何これ、誰、どうしたの。お休み中失礼します、すいませんね。前掛けかなんか完全に寝てらっしゃるもんね。あ、なんかグッ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 。あ、ファントムさんどうも。え、このファントムさんは、こちらですかね。あ、ごめん、寝てるとこ。あー、すいませんでした。あなたトトロっていうの。ぽい。大きさ的に確かにトトロ。いや、怖い。いや、早く行こう。いや、行こうとしてるよ。やめ。あれ、アイロンがけしてんのかな。そんなわけないか。何してんのあれ。ウィンナー、ウィンナーこすってんの。よし、やべやべやべ、よっしゃ、勝ち終わるぜ。もうらあ、おじゃんね。一回止まるのダメよ。もう最後だよ、終わりだ。あ、え、え、ちょ、これ、もしかして。なんで、え、よし、来た。嘘でしょ。これ持ってく、あ、持ってかないね。これ、かぶってくのか。そういうことでしょ。へぇ、え、顔吸ってませんね。何これ、え、どうなってんの。うわ、ひど。先生いないところでこんななっちゃうの。待て待て待て、あいつ頭食ってる、頭食ってる、頭食ってる。お、そう、あので、あの、どこにいた、バカ、ふざけんな。どこにソース。すごいね、この子ね。え、ただ垂らすのみ。そう、どうしたの。いや、ここは混沌としてるな。ああ、食べ物踏んでるじゃない。あれ、ちょ、誰か、頭カボカボ言ってますね。いやいやいや、なんか飛ばしてる。すごいね、僕は。なんで。あ、まあまあ、でもまあ元気がいいのかな。それを、これを元気化のみ含ませる。いや、だって、それ以外にどう言えと。ちょ、あ、頭、勝ち場。あ、あ、いつも勝ち割られてるから俺が勝ち割られた。お返し的に、いや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 、そんなね、あのね、そういうね、あんま、なんていうの、こう、落としちゃダメだよ。てか、そんな大きいのよく落とせたね。すごい、ここひどい。ほんぱね、これ。まあまあ、でも多分小学校の先生なんてこんなもんでしょうね。なんで頭割れたまま動いてるの。ここ怪しいね。ああ、うん、怪しい。もうちょっと待った方がいいんじゃない。待って待って。なんてやつ、何がしたかったの。先生、先生来てください。いや、ここ先生も来たくないでしょ。先生、ここはカオスです。まだ続くの。ちょっといじめてんじゃん。いじめっ子もいじめっ子。どうしてどういうことなんだろう。首絞めてるんでしょ。絶対ぶつかんだろう。今のぶつかったらダメなんだろうね。ぶつかったらダメなやつ。そういうミッションでございます。いや、超ひどい。いや、ひどい、マジで。あれ、あれバッタンするの。あれバッタンするよ、絶対。あれバッタンする。端っこに行ってるぞ。バタンしないじゃん。でもこれ、あ、そこに隙間か。いやーやだ。あ、よかった。はい、それかぶって、はい、行こう。
先生はこちらで何を詰めてらっしゃる？何か察知してる。あれ何、あれ何、事件爆弾？何それ、カエルに何か、カエル詰めてるの？こちらはカエルさん。ホルマリン漬け、笑ってない？いいよ、早く作業終わっていただきたい。案外綺麗な靴履いてるのね。この先生、先生あれだね、扉閉めないで歩くタイプの先生だね。いや、開けたら閉めなきゃいけないっていう風に言われなかったかな。言われなかったかな、先生。ひどいな。あー怖い。先生どう動くかだけ先にあれ取ろっかなとかって言ってくれれば、俺それに合わせて動きます。すっごく便利だね、そしたら。いや、そういうこと？え、そういうこと？あれ取りますけど。走ってしてるの先生、ね、何それ怖い。気づかれた。来た。あ、引っかかってる。え、そういうのなの。この先生怖い。黒板にまで日数書いてあるよ。減ってるよね、どんどん。うん、減ってる。首のフレックスさんがやばい。何書いてたんだろう。ちょっとお米見るようでなかったね。気になったな。ニコちゃんマークとか書いてたからね。はい、あ、OK。 あ、勝ち割っていいんだね。え、待って、やったるぞ。なんだって。あ、ボケ。あ、まあ、出る場所が分かってればか。なんでだよ。いや、ほら、まだでしょ。じゃ、セーブ。ここ行ったらセーブじゃん。あ、来た、セーブ。バカ、ふざけんなお前。そう、ちゃんと見てないのが悪いよね。ちゃんとなんか日もあるもんね。そう、日もあるんだよ。日もあるんだよ。めちゃくちゃ楽しいじゃん。すごいね。いますよ。旦那さんがこういう風になるの初めて見た。面白い。何使ってんだろうねこれ。え、教科書じゃない？教科書。あ、まあ紙ってもともと木だもんね。あ、シックス。いや、お前ふざけんなよ。てめえらマジでおかしいだろう。いや、でもだからって子供を勝ち割っても。ひどい、これ。バカ、ふざけんなよマジで。ちょっと待って、なんかハマっちゃった。びっくりした、なんかハマった。危なっ。これ動けなくなったらチェックポイントからやり直すしかないんでしょ。これどうやって取るの。ここじゃ、なんていいの。待って、生きてる。これじゃないの。あ、あれ、あれで殴ってみたら。持ってたやつ。あ、ハンマーで。そう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 。だってこういうのってさ、木を破壊するためにあるのとは。あ、イエス。え、待って。あ、イエス。あ、危な。頭から落ちたよ。大丈夫か。ちょっと変な方向曲がってるんじゃない。シックスちゃん。落とし方にもさ。あ、生きてた。どうもこんばんは。モノです。
夢です。マストです。はあ、ここ汚ね。まあトイレだしね。ああよかった。折れてない？どこも折れてないの？どこの世界に人逆さ取りにすんのよ。拷問じゃん。手つないでいこう。つないだ手のぬくもり。いる？はい。はい。一人じゃ上がらないから、一人じゃ上がらないから。よかった。これで終わりかなっては思うんだけど、なんかね、あれでもあ、ここなんかがぶっぱ、あ、行かないかい、折れると思ったのに。パキ、いや、終わりじゃないっすね。前ね、ここの実績あったよね、これね。あー、ワンのやつだよね。うん、そう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 。実績っていうか、あれ、ダウンロード、やっぱりね。モノトーンの響きっていう実績が出るらしいよ。持ち上げるの？うん、多分持ち上げたらその下に何かあるとかじゃないの？持ち上がるの。ああ、はあ、分かった。もう察知しましたね。うん、察知マン。シャキーン。シックスちゃん、そこにいていいのかな？ということですね。さあ、何でもかんでもギリギリすぎんだよ。せーの、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 ドン、ドン、ドン。そんなバカな。パワフルだな、この子ら。ピアノって高いんだよ。オルガン？ピアノ？こういうの。なんていうの？ピアノでいいんじゃない？ピアノでいいの？へぇ。シンクスちゃんやろう。え、ここまでじゃあソロじゃん。はい。あ、なんでそういうことするかな。生き物ってね、そういうのじゃないんだよ。スパイプがそっちにある。これは、なかなか面倒なワンオンワンです。そうだね、めんどくさいね。いやー、よかったー。こういう時さ、私じゃなくて。変わる？やだ。あ、そう。変わんない。変わってもいいけど、結局、クリアできなくて、また次のパートになるよ。あ、なんだ。あ、やってくれんじゃん、シックスちゃん。なんだよ。気が早かっただけじゃん。勝ち取りな。シックスちゃん、やるじゃん。やるけど、あのぐちゃぐちゃにされたカエルさん踏んづけてるんですけど。え、あれ、あ、ゴミ箱に乗るの？まさか最初からそう、二人で開ければよかったんじゃない？そしたらだって向こうにバレちゃうじゃん。ああ、そうね、確かに。はい、鍵で開けて。ガッチャンコ。あ、まだいるの？あれ持ってこれなかったからね。うん、シックスちゃんがちょっとおとりやってくれるのかも。あ、いや、待って待って。いっ、一応殴れないようになってますけど。やったね。ちょっと待って、シックスちゃん素手で。いや、まあさっきの恨みがあるはあるか。パキッだよ。いや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 、え、手つないであげよう。なんか多分ちょっとショック受けてるはず。いいか。まあ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 、まあ、大丈夫だから。あれ、お、引き出しで。ああ、なるほどね。これね、ハンターさんのところもこうだったよね。あ、てかハンターさんのところと同じ引き出しじゃない。さあ、ピアノの音がしてますね。何、もうやだ。先生いるでしょ絶対。これどうなんでしょう。こんなふうに言われてるよね。ちょっと待って、それあれってない。
構いける。まあ、ダメです。これ、積んだ？これ積んだじゃん！逃げて、逃げて、食べられちゃう。そうか。あそこしちゃダメね。あの、そこ本があるから。うん、下だね。で、落下もあんま良くないね。これ、多分ね、音が鳴ったら動く。ああ、そういうことね。うん。だるまさんが転んだ。するんでしょ、どうせどうせ何曲作ってるのじゃない、すごいね、ちゃんと回して、ちゃんと回して、岡田先生、なんか下がってるよ、下がってるよ、先生これむずっ、なんでシクスちゃん気づかれないな俺この音どうすればいいの、俺も踊んじゃん、え、踊んの、え、それ傷、だるまさんが転んだ、見つかった代償がね、大きいあれ、これもしかしてここ大変か、ここやっちゃったか、 あれ置いてきたやつ、いや、めんどいな、こたまめんどいな、これ辛いな、結構音するんだね、さあ、書いて、先生弾いて、はい、弾いて、よろしく先生、いい曲だね、でも確かに曲は綺麗だね、うん、とても首が長い先生が書いてるとは思えない、先生そんな大胆すぎるでしょアピールしてください、そう、ジャンプすればいいじゃん、怖くない？基本的にあんまり。なんで？やった。終わった。やったか、もしかして。ピアノの裏が取れないもんね。だよね。落ちちゃった。めんどくせえ、 あそっからなんだ、それは面倒かも、あっカクカクしてカクしてかわいそうなことしてんのは分かってんだけどいやこれ話しちゃダメなの、大丈夫なんだ、分かりやすくていいね先生、曲に、なんで、ちょっと、うん、音が少なくなってゆっくりになったら止まるから、音楽作成中はねずっと考えてるんだから大変だね先生もね、もう恐怖でいっぱいいっぱいなんだけど、動くなって、動くなって、え、少しぐらい大丈夫だよ、ダメだよ、
しょうがないよ。あーもうやだ今日寝れない。あざまで付き合ってね。やだよマジ声だしなんだよ釣れないな。あざまでなんかほらそういうことすんの。ほらほら早く走って走って走って早く早く早く怖っこの先生マジで怖い。この先生マジで怖い。何これ何これ何これ何持ってるの。超怖い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 怖い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 。この先生やばいでしょ。てか頭入るんだ。終わったじゃないの。これも学校の外。学校の外だよ。やった終わったじゃん。クリア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 。おめでとうございます。もう全クリです。なぜ それでいいの。うん大丈夫大丈夫。全クリ全クリ全クリではない。全クリ全クリ全クリではない。いや全クリ全クリもうこれでおしまいです。やったですね。やったですね。いや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 、ま、帽子あ、書道じゃないのだっけ。これ帽子ちゃうん。うわかんない。これ何それ。遺品持っとけばなんか役に立つかもしれないよ。持っていくかわかんないけど。どこに持っていくんだよ。持っててみればいいじゃん。はいダメなんだ持っていけないんだあったレインコートだよねこれ。多分宇宙人ではないよね。でも濡れた洋服の上からでは完全体。いいねそれが尻尾。脳もない。ほんとだ脳もないだ。へえ。へえ。なんでここにあるんだろうね。こっから先もあれかな。また違う風。何？違うチャプターに入ってるから、一旦切った方がいいかな。ああ、ですね、うん。じゃあここまでで今回終了して。今日はここで終わりにしましょう。いや待って。ってことはさね。何かな？え、別のチャプター入ったってこと。次私じゃない。わからないな、俺には。私2回連続でやってるんだけど。わからないな俺には。やだやだね。次回配信見てやれよ、まあ、とりあえずシックスちゃんが完全体、ま、黄色いレインコート着れてよかったよね。完全体なるシックスちゃんよかった、はあ、じゃあ学校編は終わりっていうことで。ああもう先生もうあれだ。先生もあれだ。もうあれだね。すごい怖いねあそこね。ね、あの先生はね、ネックウォーマーどうすんだろうね。ネックウォーマーとか。寒い時。そこ？自分でこう首巻いたって結局外側は寒いじゃん。いやそういうんじゃなくてさ。大変だよね。大変。あまあいろんな意味で大変だね。まずハイネックの服着れないしね。そうね。先生結構顔も頭も頑丈ね。頑丈だったね。やばいと思ったあの痛さ。バキバキって言ってたね。あれはすごいと思うよ。あれやばいよ。まあまあまあ学校編終わりました。はい終わりました。お疲れ様です。ちょこちょこつまずきましたけども。はい、はい、なかなかよろしかったんじゃないでしょうか。次回もまあつまずきながら。まあ嫁のターン入りますから。うんやっていきましょう。はい、はい、では今回はここまで。はい、お疲れ様でございます。では皆さん次回お会いしましょう。さようなら。また見ていただければありがたいです。さようなら。